おはようございます。プレイステーション4版ドラゴンクエストビルダーズアリフカルドの危機を救えパート15か15回、今回は何をするのか、とりあえず新しい仲間を、やべ、それどころじゃないって、このクエストの敵を倒さなあかんないのか。入れへん。ここじゃないのか。むちゃくちゃされてるよね。こっちか。あ、結構きつめ。じゃあ、しょうがない。使うか、石の剣。弱くない？弱え。あんま効いてないな。枝。これ壁。ちょっと待った。暗い。ちょっと暗めなんで、この Q っていう、Q じゃないか。敵の頭上に表示されてるマークを頼りに攻撃を仕掛ける。はい。よーし。助かったのか。鍵。救いに来た。まあ、私を助けてくれるのか、ヘイカロンにはできてくれ。あ、私はゲイラ、見かけない顔だけなので、何問題。あの伝説のビルダー、あんたみたいに姉妹のない顔をした子は、あのビルダーなんて信じられないけど、まあ話は後にゆっくり聞くわ。まずは一緒にアジトまで帰りましょう。いや、ちょっと待てよ。ギエラ。ギエラ。どうすか。まあ、ここら辺とか。回収できそうなのがあれば。どうすっかな。これしとくか、終わらんでもいいじゃん。捕虜の鎖もらって帰るか。今回の前ら辺は多分やけど、メインの回復アイテム、回復アイテムじゃねえ。食料はサボテンになるんじゃん。序盤、中盤。後半はちょっとわからないけど。はい、釣り帰ってきました。助かったわ。兄貴こんな感じで。うひょー、野菜、俺たちの仲間ギーラを助けてくれたんだ。ギーラはあの口調だが一番の情報で気になることがあれば。あれ？これ兄貴じゃねえのか。そんなこと。言っても、ガロンは一緒に来てくれないんじゃないかって。何度も言いますね。俺はここからで言うと鼻血が止まらなく。病名変わってんな。病名？病状か。なさい。仲間も増えたことだし、そろそろ筋肉レベルを一つ上げてくれ。筋肉レベル。うん。あ、街のレベルね。はい。どんどんでかくしていきましょう。フレイム。フレイム。これサボテンスティック作っていこう。どんどん生肉、サボテンフルーツ、ここに博物館を建設しますと。何の意味があるか、なぜ
空き部屋。そこ開けできたんじゃないかな。ここで行こう。ドン。この微妙な細い道を通って行くと。ありがとう、あんたのおかげでやった時点に帰ってこられた。あの素敵に修理された温泉、ガロンやベイパーの力じゃああはいかない。ってことはやっぱりあんたは本物のビルダーなのね。ミルキドの最高やリムルダールの城からビルダーがそのきっかけを作った。そして人々はビルダーによって失っていたものを作る力を取り戻していった。ああ、ボディ的なビルダーしかいない。この時点に本物のビルダーが来てくれるなんて。これで姉子を助け出せるわ。実は私に通された姉子がどこにいるか一つ心当たりがあるの。その前に一度風呂入らせて。床張り替えて。壁も張り替える。工事を進めていく感じ、着実に。ここは床どうなる。まさに壁のラインとかも床考えた方がいいかな。ちょっと難しいな。これはいいのか。やべ。サガンとか、サガンじゃねえ。ないよな。やっぱりないな。あ、床はあるな。床はある。松明。松明作るやろ。あ、釣竿か。釣り竿。敷きわらセットも持っといた方が。わらべット。砂、草切れ。寝る。あれや、ここよいしょ。樽は置きっぱなしでいいかな。次は戦う。そうバトルすっか。頼もしい味方も増えたらしい。うぅー、リオムフレームやろ。いやー、まあ、いけっかな。腹痛と違うか。こっちかな。ためのほうが。タイミングが見やすい。叩きやすい。入りむちゃくちゃやな。しっかり回復すか。あ、命の記念。
食べ飲ませるいで死にそうなんやが、ちょっと死にそうなんやが、やべ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 、死ぬ。いけ、やぶねえ。まだいる。ああ、やべやべ、やられてない、大丈夫。あ、死んだ。行こう。リベンジ。ちょっとヒットアンダーウェイ大切にしていく。距離感が難しいな。回復して。いいペースで倒していこう。距離感。ワンディワンディ、あ、やっとね。ちょっと届かない、あ、届かない。よしよしよし、マジギリギリ。あ、ちょっと待った、フレーム分断、軍団長が襲ってきた。え、あ、フレーム、ちょっと入ってる。やばいやばい、もしゃくしゃされる。え、え、どういうこと、は、ゼロだね。よくわかんねえよ。こっちを倒せってことが、それきつない。いやー、きついなー。やべ、ボスを倒したらいい感じかな。これでいいの？もうボロボロ。めでたい。めでたいか、ちょっと。失うものが多すぎた。ところで、お前がさっき手に入れたその変則な装置は何だ？上、旅の扉、自分が求めるものがある場所に扉が開く。そう、そんなことより、お前が助けてくれたギアからの情報によると、どうやら姉は海の向こうの陸地にある魔物の城に閉じ込められているらしい。魔物の城は今まで以上に硬い壁で覆われていて、簡単には攻め込めないらしい。そこで野菜。お前には城の壁をぶっ壊せる強い武器の素材にできる鉄のインゴットを作ってほしい。鉄をたくさん集めて、鉄のインゴットを10個作ってくれ。まあ、そうね。作るか。ちょっと
と装備で、コンボは捨てよう。旅の扉、置く場所、ここでいい。ドーン。新たな場所の扉が開いた。よし、行こうか。3人、新しい別に村人が増えているとかもなさそうなんで、このまま行ってしまおうか。開く。今。いらん気がする。これ置いとくか。まあいいや、持って帰ろう。じゃあ次回いくらいなので今日はこの辺も。こんな感じ。次回はここら辺を探索していく感じになると思うんだけど、どこ行けばいいのかな。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。